ライオンが園内に逃げ出しました。ライオンは猛獣であり大変危険です。檻から逃げ出したライオンが今ゆっくりと一般のお客さんも通れる観覧スペースを歩いています。石川動物園が毎年実施している訓練、今年は震度7の大地震でライオンの飼育施設が壊れ1頭が逃げ出したという想定です。ライオンが上り坂職員はまず来園者を安全な場所に誘導します。お客様を安全に誘導してください。テープアップで階段まで追い詰めました。そして無線で情報を共有しながら車を使ってライオンをエントランス広場へ追い込みました。専門の職員が吹き矢で麻酔針を打ち込みます。ライオンが今地面に膝をつきそのまま眠ってしまいました。職員が本当に眠っているのか確認しています。麻酔が効いているライオンに麻酔をかけました。最後は網で捕獲されトラックで運ばれたライオン。ライオンをめぐっては今年9月に別の動物園で檻を閉め忘れた飼育員がライオンに襲われて死亡する事故があり、職員は万一に備えていました。二足歩行だったというのが少し気になるなという点はございますが、こういう事故というのはあってはならないんですけれども、危機感を持ちながら日々仕事をしていかなきゃいけないなというふうにも思います。石川動物園はこれまでにチンパンジーとオランウータンが逃げ出すトラブルが起きていますが、怪我人などは出ていません。